美人メイカーへようこそ。今回紹介するのは、女優タレントとして活動する今田美桜さん。1997年3月5日生まれの25歳、身長157センチ、福岡県出身。趣味は語学勉強で、2017年には中国語検定2級を取得。特技は博多弁の早口言葉。好きな食べ物はラーメン、紅生姜。酒が好きで、中でもビールが大好き。キャッチコピーは、福岡で一番可愛い女の子。最も仲の良い友人は、女優の永野芽郁さんで、2年連続でクリスマスを過ごしたことがあるとか。そんな今田さんですが、16歳の時に、福岡市でスカウトされ、福岡のモデル事務所に所属。17歳の時から、福岡ローカルの深夜テレビ番組で、初めてのレギュラー出演。その後、福岡県の小倉駅に貼られていた今田のポスターが現在の事務所の社長の目に留まり、19歳の時にスカウトされます。映画の仕事をしたい、女優になりたいと強く思い、2016年8月に上京。同年、短編映画「カランコエの花」で主演。2017年、フジテレビ月9ドラマ「民衆の敵世の中おかしくないですか?」にレギュラー出演。2018年、第27回東京ガールズコレクションに出演。またファースト写真集「生命力」がオリコン写真集ランキング初登場1位を獲得。同年12月、ヤフー検索大賞2018女優部門を受賞。2019年にはネクストブレイクランキングで女優部門の首位に選ばれます。さらに2019年から2020年の CM 会社数ランキングで首位を獲得。2021年出演の映画「東京リベンジャーズ」にて日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、抜群のプロポーションを持つ今田美桜さんから今後も目が離せませんね。このチャンネルでは女優、アイドル、モデル、女子アナなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。